旬をお届け、採れたて綾部。天暦3年、平安時代中期に創建されたと伝わる釈王寺。9月初旬、秋を告げる萩祭りと筆供養が行われました。綾部市七百石町。釈王寺の石高が700石あったことから、その地名が今も残る実り豊かなところです。人里から離れた静寂な山の中腹にある釈王寺。参道から石段を登ると、趣のあるかやぶきの仁王門と本堂に着きます。ともに江戸時代中期に建立された京都府の登録文化財です。寺が創建されるおよそ100年前、日本三筆の一人、嵯峨天皇が裏山から産出した硯石を愛用したことから、この硯石を石の王子、釈王寺と名付けました。丹波の国、釈王寺山に硯石ありと嵯峨天皇が伝えた釈王寺石の硯石は、天下に広く名をとどめ、寺が創建されるとき、石の字を岩に置き換えて、そのまま釈王寺と呼ぶようになったのです。萩祭りの日、毎年古くなった筆に感謝する筆供養の法要が厳かに営まれます。またこの日は渡辺玄太の龍虎の襖絵が特別一般公開されました。江戸中期の作家渡辺玄太は釈王寺に泊まり込んで寺のすべての襖絵を描いたと伝えられています。山の中にひっそりと佇む釈王寺、かやぶきの仁王門を背景に満開の萩の花。ぜひ一度訪れてほしい美しい花のお寺です。